はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのバンプ高校セカンドブラッド応援ガチャですね、引いていきたいと思います。まあ、バンプのね強化が始まりまして、ミクリア真帆ちゃんと、ナイトメールさんの、別バージョンが、新しくデビューとして、登場してます。で、一押しキャラの方で見ていきますと、キャストオフ、ナイトメールさんということで、まあ投手なら一応マインドブレーカー取れますけど、別に投手の練習を持ってるわけじゃないんで、まあ基本は使わないでしょう。野手の方でいきますと、洗礼の一撃ですね、これは今回新しく出た金徳になるのかな。まあ、ただ新しいやつってね、どうしても骸骨とかのね確保ができないんで、まあ、なかなか重くなっちゃうんですけれども、一応キャストオフナイトメールさんは、こんな感じになってます。でもう一人、ミクリア真帆ちゃんの方に関しては彼女キャラですね。で彼女キャラなので、別に投手でも野手でも、両方、金徳が取れます。投手はユーモカ館で、野手の場合はトリックスターという感じになってまして、まあ、ミクリア真帆ちゃんの最大のポイントは、井戸端会議で他の彼女キャラの評価が下がらないとこですね。真帆ちゃん自体の評価は下がっちゃうんですけれども、ちょっと特殊な、イベントが起こって、他のね彼女キャラの、評価が下がらないということなので、まあ、天空のね6股デッキに真帆ちゃんを入れると、相当役立ちますね。というわけで、もし真帆ちゃんが手に入ったら、天空6股デッキ真帆ちゃんバージョンもちょっとやっていきたいと思います。で今回、ガチャに関しては、40連目のところでバナー SR 確定してますので、まあ、どっちかは手に入るっていうことですね。なので、40連のところまでは引いていきたいと思います。タンガチャまた引いていきますか。あれタンガチャバナーだっけ、バナー R 以上だよね。うん、ナイトメールさん普通の R で、10連の方は、バナー PR 確定の SR 出現率が2倍ということで、まあ、割と安く引けるね。180個ってことは通常250必要だもんね。70個くらい。あ、虹玉入ってる。しかも一番最初じゃん。これはいいね。なかなか美味しいパターンだよ。確定枠のところで SR が出てくれるっていう。ナイトメールさんが手に入りましたね。じゃあバナーの方はちょっとミクリア真帆ちゃんが欲しいかな。まあ、ナイトメールさん最悪ね、通常バージョンでも解放ができるんで、まあ、PR が1枚入ってますと。まあ、ミクリア真帆ちゃんとかどうだろう。助っ人に設定している人とかどれくらいいるかだよね。20連目は SR が1枚確定。特に、お、虹だ。出現率アップしてないけど虹が来た。うん、キラーンがない。キラーンがないけど、まあいつものパターンだよね。これもまた鈴木くんPR も入ってるし、ナイトメルさん普通のやつも入ってか、偏ってねえかなんか知んないけど、あ、そうか、厳選25キャラだもんね。そういえば忘れてた。ちょっともう2回引いちゃったけど、一応見ておきますか。そう、厳選25キャラのみ出現で、通常キャラ出現割合の方か、まあ、ピックアップキャラ1ということで、キャストオフのナイトメールさんとミクリア真帆ちゃんで、それ以外はナゴミちゃん、スミカちゃん、ナヌーク、イノーヒノ、まあ、先駆けとこう来て、まあ、そこそこのキャラが入ってますけれども、どうだろうね、宝塚がなんで入ってるのかよくわかんないんだよね謎です。そうかそうか、厳選25、まあ、厳選キャラのみ出現っていうガチャはね結構いいよね。アプリはねちょいちょい結構いろんなガチャが来てるんでね、1回につき3種類くらいあったりするからね。まあ引く方は大変だと思いますけど。次30連目にですね、まあ、ここも通常の SR1 枚確定で、一応25キャラから出んのか。虹谷の弟が入ってないんだよね、そこがちょっとなーっていう。沙莉さんは入ってんだけど虹谷弟がいないから。お、入った入った。え、どうする。
40連目もうすぐケチるかんね俺。あーでもなんかこう見ていくとすげえ解放できそうだな、なんか解放のためにやるか鈴木とさ真帆ちゃんとさ内藤さん3人しかいないんだけど今のガチャ、まあ別にいいけど、そうだ厳選キャラのみのところは、まあ、解放がねしやすいっていうメリットがあります。まあ40連目せっかくなんでいきましょう。こういう時にねいっぱい揃えておくと、ほいまた2枚入ってる、悪くはないね。おお内藤メールさん、小村ちゃんどうだったかな。おお内藤メールさん、内藤メールさん結構いきそうだな。とまあそんな感じでしたということで、まあ一回バンプのセカンドやってキャストオフ内藤メールさん使って、でその後天空で真帆ちゃん入れて六股を、まあ、やっていくような流れで、動画の方は作っていきたいと思いますので、まあ、今回無事ね、まあ、内藤メルさんのキャストオフの方と、真帆ちゃん、手に入れることができましたので、またこちらのキャラを使用して、サクセスの方をやっていきたいと思います、まあ、そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。